どうもこんにちは、今回はですねこちら、以前お話ししてたエプロン、前掛けですよね。それを作っていこうと思います。まずですね完成予想からいってみましょうか。だいたいこんな感じになるよっていう、これぐらい折ってもいいかな。ということでここはね長すぎるので、この長さで横ここでカットして、こっちもここでカットと、全部ね後ろまであるとちょっと邪魔かなと思うんで、あのもうちょっとあった方がいいのかな後ろ。じゃあこれからですねカットしていきます。カットするとね当然後戻りはできませんので、まあうまくいったらいいな。はい、ちょっとですね工程省くんですが、これが下の方ね、こうペラペラっとなってる方です。でこうやってね切り出しました。この形にね沿ってポケットを作ろうと思ったんですけども、あまりに難しいので、まあこんな形かな。ここのベロンとなってる部分に合わせてこれで縫い込んでいこうかなと思います。縫い込んでいくんですが、真四角で切り出しているのでこの横ですよね、外側だけちょっとまあ丸みを帯びてた方が見た目がいいかなと思いまして、ここをちょっとね丸みを帯びる加工をしようと思います。こっちはまあそのままでいいかなと思うんですけどね、こっちもあった方がいいのかな。この辺はねフリーハンドです。フリーハンドでなんかこう丸みを帯びてるなぐらいの形でいいんじゃないでしょうか。で当然ですね、自分が作るものなので、DIY なので設計図ありません。設計図ないので、もうね迷ったら負けですよ。こういうのは迷ったら負けなので、迷わずにどんどん行きましょう。はい、こんな感じで丸みを帯びる加工をしてみました。こうかな。これをどうするかですよね。こう離してやった方がいいのかな、離してやった方がいいのかどうかっていうのもね、この辺ももう乗り次第なところがあるので、いや丸い方がいいか、どうでしょうね。迷っちゃいけないと言いながらすげえ迷ってきた。さ、とりあえずですね少し悩むとして、今度はですね、うわ工事が始まった、少し悩むとしてですね、今度はペグを通すところをちょっと作ろうと思います。これはねちょっとこういう茶色い感じで違ったねテイストが出せればなと思います。まあこれ作るはいいけども、ペグが何本収納できるかっていうのはね全く分かりません。まあこれもですねとりあえずやってみてからという感じです。こういう風に置こうと思ってるんですよ、こういう感じで置こうと思ってるので、こう入る感じかな、こう入るので、何本いけんだろうこれ、全く分かんないですね。全く分かんないけど、とりあえず本数考えずにこの長さで止められるだけ止めようと思います。っていうのが、革はねこれしかないから、これしかないので、まあ、とりあえずやってみましょう。まあ運が良ければうまくいくし、運が悪ければ、失敗するという感じです。本当はですねもっと
しっかり決めないといけないんだと思いますが、これね、歯切れは、こういうちょっとした工作にも使えますし、意外とね、安いんで、いいですよ。これね、長さが全然合ってないんですけども、合ってないけど、結局こう、なんて言うんでしょうね。こんな感じで留めていくんで、まあ、合ってなくても大丈夫だと思います。どれぐらいになるんだろう？すげえ短くなるのかな、これ。まあまあまあ、いっか。今度はですね、またちょっと細かいんですけども、この周りもせっかくなんで、ちょっと丸い感じに加工しときましょう。本当はね、こういうね、角をね、丸くするやつ、こう、一発ボンとやるだけで丸くできるやつもあるんですけども、まあ、それ持ってないのと、サイズ違いでね、いっぱい持っててもしょうがないので、あくまで手作業でやってます。こんな感じにしましょうか。このね、ペグを入れるところに関しては、縫うのがめんどくさいので、全部打ち付けていきます。結局ですね、この端っこ、丸くすることにしました。丸くしなくてもいいんですけど、なんかね、やっぱ丸くした方はちょっと手が込んでるかなと思って、手が込んで見えそうという理由だけで、丸くします。こんな感じですね。いいんじゃないかな。なんかそれっぽい感じもしますよね。それっぽければ OK ということにしよう。はい、それでは今度はですね、これをこう貼っていきます。貼っていくというか、まあ、仮止めなんですけども、仮止めにはですね、こちらのゴムのりを使います。ゴムのりっていうのはですね、なんて言えばいいんだろう、接着剤なんだけど、剥がそうと思えばすぐ剥がせます。すぐ剥がせるので、こういうね、仮止めをするときにはとても使いやすいです。接着する場所もね、もう適当にノリで決めちゃいましょう。この辺もですね、しっかり位置決めとかする人はかなり慎重にやるんでしょうが、僕は適当です。ここに、ね、重りを乗せときます。これから乾かすので、適当にこんな感じでいいかな。今度はですね、この上にかぶせている皮、それとこの下の皮ですね、これをつなげたいので、同じくですね、穴を開けていきます。まあ、この辺に関してはですね、今までやってきたことと同じです。過去にやってきたことと同じなので、まあ応用ですよね。僕のレザークラフトはね、基本的に本当基礎しかわからないです。基礎しかわからなくて、その基礎の中でできるだけ応用しようという感じなので、まあ、やってることはね、大して変わってないというか、やってること自体は全く変わってないと思います。ただ単純にできるものが違うって感じですよね。やってることは全く変わらず、出来上がりのものが違うと。さあ、それではですね、これを縫っ
ていきますが、久しぶりにねこんな長い距離を縫いますよ。ちょっと長めにカットします。さあこれからですね手縫いの作業に入っていきますが、正直言ってねめちゃめちゃ地味な作業です。こういう時にね縫うための土台みたいなのがあるんですけど、そういうのを作っとくとねだいぶ楽だと思います。糸がすっげー長いことになるんで、スタート地点だけはですねちょっと何回か返し縫いをしときます。補強も兼ねてですね返し縫いをしときます。あとはねひたすら縫っていくだけですよ。よし、とりあえずねここまでできました。こんな感じ。一応ねここにポケットがついて、まあ、ポケットもね、まあ、こんな感じのサイズなんですけども、一応こんな感じにできるかな。でここの真ん中ですね、なんでここ切ってあるかっていうと、まあ、こんな感じで鍋つかみみたいな使い方ができればいいなということで、ここね真ん中切ってます。まあ深さはねそんなにないんですけども、鍋つかみ兼ですねこういう感じで、ペグもね収納できたらいいなということで、まあちょうどいいぐらいのですね深さにしてます。ただこれ今ねこの端っこペロンとなってます。なんでここを余らせてるかと言いますとですね、まあ、こんな感じでですね金具を止めたいなと思ってここをちょっと開けています。この金具の意味はですね、まあ、補強っていうことがまず一つあるのと、あとなんかかっこいいから、かっこいいからという理由で、これをねつけようと思います。じゃあとりあえずですねポンチで穴を開けていきます。まあ、これ開ける場所もですねはっきり言ってまあ適当なんですよね。ポンチで打つとこんな感じでね穴が開きます。穴が開くので金具を通して、よし、これで打っていきましょう。はい、今のところはねこんな感じです。こういう風になる感じかな。横はこんな感じ、まあ、これぐらいあったらいいのかなと思いますが、まあ、ちょっと短いかもな横は。でもまあこれぐらいでいいでしょう。で、今ポケットがつきました。ここに、はい、今度はですねここにペグ用のなんていうんだろう、これひだというかそういったものをつけていこうと思うんですが、どうやって作ったらいいか分かりません。測り方が分かんないって言ったらいいのかな、さっぱり分からないので、もうねこうなったら端っこと端っこを決めてですね、それでまあペグ入れられるだけ入れるというような作りにしようかなと思います。かなりね無茶なんですけども、まあやってみましょう。このボタンから内側ぐらいでやってみようかな。まあ、僕のねレザークラフトなんてものは計画性がありそうでないですからね。なので作っていった中でできたものが、できるというようなね結構適当な感じなんですが、まあ、やってみよう。ペグがですねこう入るので、まあこの辺最初この辺で打ってみようかな。もうちょっとこの辺きれいにした方がいいのかな。悩みどころですね。きれいにしたくなってきたな。じゃあ緊張の一瞬ですが行きます。ほい、こうなるとねもう引き返せませんからね。こことこの辺ぐらいにしましょうか。
今ねこんなビヨーンとなってます。ビヨーンとなってるんですが、これからねペグを、何本ぐらいいけるかちょっと試してみようと思います。6本ぐらいですかね。6本ぐらいはいけるかな。あ、6本ぐらいかな。6本ぐらいを目安にしてみましょうか。そんなにねきつくすると絶対使いにくくなると思うので、これぐらい、これぐらいいってみようか。これぐらいでどうだ。そしたらペグが、あ、いけそうっすね。ペグいけそう。こんな適当な作り方でいいのかどうかちょっとすげえ不安が残りますが、まず一個止めてみました。あ、いけそうだな。これぐらい余裕があった方が多分いいと思うんですよね。あのキツキツだとちょっと使いにくいんじゃないかなと思って、もうこれがね均等にできればいいんだけど、いかんせん手作業なんで均等になることが非常に怪しいですよね。こんな感じかな。ちょっと中で遊ぶのかな。まあいっか。うわ、めっちゃハマってる。ちょっとここは余裕を持つ感じにしよっかな。まあこれはねしょうがないので、ちょうど中間ぐらいに打つことにします。この2つはですねこっちと比べてだいぶ余裕があるんですけども、まあまあ余裕があれば別のものも入れられるでしょうきっと。はい、ちょっとねここと比べてここはね大きくなっちゃってますけども、まあある程度思った形にはなったんじゃないかなと思います。ここがねブカブカなんですよ。こっちはまだいいんだけどこっちがブカブカ。まあ2本ぐらい入れようと思ったら入るかな。まあ、こういう使い方するのもありかもしれませんね。まあこれはですね一応ペグをかけられるようにということで、これつけてるんですが、まあもしかしたらね重さがあるのでやっぱり使わなくなるっていう可能性も十分考えられます。十分考えられるので、まああんまり深いことは気にせずいきましょう。さあこちら側もですね同じようにやっていきます。まあ、これやってて思うのはですね、やっぱり縫うより全然楽です。縫うより楽だし、見た目的にもですね、こっちの方がなんか豪華に、かっこよく見えますよね。で、今回ですね、これ革で作ってますから、ある程度の重量には耐えられると思います。重量に耐えられるのと、あと耐久性ですよね。耐久性もやっぱり革なんでいいはずですし、それプラス、よく燃えない素材、燃えにくい素材で、エプロンなんかは作った方がいいってことを言いますけども、その辺はね革もクリアしてると思います。今回ね用意してるのが牛の革の半身、体半分ですよね。体半分用意してるので、6000円ぐらいしたのかな。6000円ぐらいしたので、まあ、革の価格としてはね結構高いんですけども、まあでもそれでも安いかな、半身でって言ったら。さあとりあえず今できてるのがこんな感じ、こうなりますね。もうだいぶそれっぽくなってきたんじゃないですかこれ。いや、ありだな多分。はい、ちょっとですねここが革の切れ目なんですけども、これだとねちょっと心もとないのでちょっと補強しようと思います。何もしないよりかはね絶対いいと思うんで、多分ですけどねこうやってやっとけばこの切れ目から、破れてくるってこともおそらくはないんじゃないかなと思います。多分これがストッパーみたいな感じになってくれるんじゃないかなと思うんですけどね。
んな感じでどうでしょう。さあ、だんだんとですね、当初の目的通りにスチームパンク風になってきたような気がします。設計図ではですね、ここからハンマー掛けとカラビナとかを掛けるところっていう風に設計してるんですけども、どうしようかな。ペグがこう入ったとして、ここにハンマーとかあったらめっちゃ邪魔な気がするんだけどな。そうでもない？まあでもあれですかね、ここまでやったんだから一応作りましょうか。ハンマー掛け、この裏側を編んどいてこうやる形にしましょうか。それが一番なんかシンプルかな。3センチのまた3センチ、1箇所止めよりかは2箇所止めの方がいいはずなんで、17センチ3センチでいきましょう。3センチの17センチ、3センチの17センチ。よいしょ。今度はね、これを両方丸くしようと思います。丸くしてね、ボタンホックにしたいんですよね。それではですね、次の工程なんですが、タオル掛けとカラビナを掛けるところ、これはどうしようかな。 1.5 センチぐらいで、ここに取り付けていこうかなと思います。これね、ここで止めちゃうと多分入んないんですよ、タオルが。入れるのがすっごい大変なので、これぐらいであればおそらく抜けないので、これぐらいにしちゃいましょう。これで終わるっつうのはいいな。さあ、続きましてはですね、今度はこれだけではね、腰に装着できませんので、ベルトを作っていこうと思います。これはですね、あのベルト近くの部分なんですが、本体にね、この後ろに革を1枚貼ってます。補強のために革を1枚貼ってまして、それを縫うための穴を開けていきます。
ちょっとねすっ飛ばしてしまいましたが、ここ縫い終わりました。2箇所ですね、結構時間かかったこれ。まあ、こちらにですね最初にカラビナを通せるようにしようと思います。まあ、とりあえず切っていっちゃいましょう。まあ、長さ的にはこれぐらい、これぐらいでこういう感じでね止めようと思います。なのでまず太さを変えて、そうですね、よく考えるとこれ後で縫わないといけないんですよ。2枚重ねにしちゃってるんで縫わないといけないので、うん、多分縫った方がいいと思うんですよね。まあ、とりあえずねこれを成形していきます。さあとりあえずこんな感じに成形したので、今度はですねこいつを整えていきます。である程度整ったら今度はトコノールですよね。一応横もやっとこう。こう荒らしておいてトコノール。こことここという感じで止めてみようかなと思います。ということでまずはここ一箇所でいいかな、なんかちょっと不安が残りますねこれ。こんな感じですね、こんな感じでまずは止めよう。おー入んね、厳しいぞ。はい、こんな感じで止まりましたよ。なんかレザークラフトっぽいですよね。よし、金具とかがねあんまりないからもっとちゃんとね揃えとけばいいんですけどね。これで一応ここは動くようになりました。さあそしたら今度はベルトですよね。ここでようやくベルトなんですが、これはねベルトはねこんな感じで止めようと思ってるんですよ。これで止めるからいいとして、2箇所ぐらいですね、2箇所ぐらい止めるからいいとして、とりあえずねベルトの先っぽも成形しときます。こう通るはずなのでまあいいんじゃないですかね。よし、これを成形してトコノール塗って縫っていくと。はい、それではですねこれからバックル、ベルトのバックルを通していきます。これがね中に入るので、まあこういう風に、わかるかな、こういう風になりますよね。こういう風になってここにはまるんですけど、これが通らないといけないので、ちょっとね穴を開けていきます。どれぐらいだろう、まあこれぐらいでいいかな。まあ、やり方はねいろいろあると思いますが、とりあえずこんな感じでいこうかな。まず穴を開けます。
でちょっとずらしてまた開けます。でさらにちょっとずらしてまた開けます。これでちょっとわかるかな、細長い感じの穴ができましたんで、これを成形していきます。まあ、このまんまでも通りそうですけどね。うん、こんなもんで良さそうですね。今度はですね、ベルト通しを作っていきます。ベルトを締めた後にですね、余ったベルトを通すところ、これは2枚重ねてあるので、このままだとね多分、剥がれてきちゃいます。かといって縫うにはねちょっと狭すぎるので、とりあえずかしめていこうと思います。この形になるので、この辺とこの辺、こんな感じになったので、あとはですねこの両端に穴を開けて、そこをですねつなげるような感じで縫っていきます。はい、じゃあこちらに関してはですね、バッテンを作る感じで縫っていこうと思います。はい、こんな感じでですね何回か折り返す感じで縫いました。まあ綺麗ではないですけど、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。でこの革はですね貼り合わせてある革なんですが、ここでねかしめてるので、まあ外れることはおそらくないでしょう。さあそれではですね、こちらにくっつけていくんですけども、まあ、これを通してこんな感じかな、こんな感じになれば、まあ、ベルトですよねきっと。お、表と裏は反対にするとこだった。こうだ。危ない危ない、こうしないといけないですね。これが正しい形、革がこうなってるのでこうなってないといけません。とりあえず一箇所でかしめます。これが本体ですが、こっちにはつきました。こっちにはついたんですが、こっち側にはまだついてないので、同じくねこれをペタッと、ペタじゃないな、かしめていきます。でですね、ここにはちょっと余裕を持たせました。余裕を持たしたのは、例えばねこういうものをこう輪っかにして、ベルトループって言ったらいいのかな、そんな感じのものをねちょっとつけてみようと思います。このループをつける理由としては、ここにですねリングを通したい。リングを通せば、カラビナをかけるフックができますので、ちょっとねこれを作っていきましょうか。はい、それではですねベルトの前に、ここにポケットを作りました。ポケットを作ったんですが、ここがねガラ空きだったので、ちょっとスペースがもったいないなということで、大きめのポケットを作ろうと思います。で革を切り出してですね、今のところ穴を開けた状態です。これが縫う穴で、この4つがですねかしめる穴ということで準備をしています。でこれはですね、なんでこんな大きいポケットにしたのかっていうと、
まあとりあえずは大きいポケットとして設置しといて、後でですね小物を整理したくなった時、小物をこの辺に刺したりとかしたくなった時は、この辺で適当に縫ってしまえばですね、それぞれの小物ポケットになるので、まずはですね大きいポケットを作って、場合によってというか、まあこれから持ち物もねいろいろ変わっていくと思いますんで、持ち物とかによって、この仕切りとかをねどんどんつけていくと、まあこれで完成形ではなくて、これからさらに進化できるようにということで、大きめのポケットを作ろうと思います。まずはかしめるところからいってみましょうか。とりあえずどんどんやっていっちゃいましょう。一旦カメラを止めて、ここをね全部とりあえず縫います。はい、それではですねかしめていきます。今度はですね、こちらですね、ここにバックルを通していきます。ちょっとね余裕を持たせてこんな感じでいこうかな。どんどんとどん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 、はい、これで完璧にベルトでしょう、これは、ベルトができました。初めて作りましたけどね、なんとか成功です。さあ、革のエプロンがねようやく出来上がりましたよ。こんな感じ、出来栄えはねこんな感じになってます。でここにはですねハンマーを入れてます。でペグは6本ずつということで12本収納できるようにしました。ただですねここは遊びがあるので、この2つですね、この2つは遊びがあるので、まあ、2本ぐらい入れようと思えば入れられます。でさすがにですね重たいです、まあ、腰に巻いてしまうとねそんな、もう動くのが辛いなというような重さではないんですけども、やっぱり重いので、このペグに関してはねまた、チタン製を買うとかやってもいいのかなと思ったりしてます。どうしてもね錆びてきたりとかするので、こういう風にね収納をすると考えると、まあ錆びないものの方がいいのかなと思います。であとこちらですね、ここにタオル掛けを用意しました。まあただこう通すだけなんですけど、まあタオル掛けもね結構使えるんじゃないかなと思います。まあこれはねタオルではないんですけども、こんな感じで使えればいいかなと思ってます。でここにもですね金具をつけてますんで、やろうと思えばここにまたカラビナつけたりとかできます。まあ、それとですね、こちらが、カラビナとかをつけられるところになってます。ちょっとねあの本当はこの金具をつけなかったんですけど、この金具をつける前に、ここ閉めてしまったんでもう金具がつけられなくなっちゃって、こういうねリングをつけてます。このリングはねまた、大きいものに変えようかなと思ってます。ちょっとちっちゃいとねつけづらいので、もうちょっと大きくてもいいかなと思います。で今回ですねとにかく時間かかったのがこのベルトの部分。ベルトの部分はこれだけで1日ぐらい下手したらかかったんじゃないかな。革を貼り合わせて縫って留めるっていう、金具で留めるのはねすごい簡単なんですけども、この縫うっていう作業がねなかなか大変でした。でバックルとこのベルト通すやつ、ベルトループっていうのかな。で、これはカラビナを通すためにもつけてますし、ここでもベルトループになるというようになってます。これなかなかいいんじゃないですか。で、ポケットに関してはですね、例えばペグとか抜いた後であればこうやってスマホとか入れてもいいでしょうし、ここにねそのまんまスマホ入れてもいいかなと思います。こういう感じでねちょいちょい物は入ると思いますよ。
ただここに関してはあんまり入れすぎると、まあ、座りにくくなってもいけないので、まあ、この辺はですね使いながらという感じかなと思います。ということで今回はレザークラフトで革のエプロンを作ってみました。これもね初めて作ったにしてはなかなかいい出来栄えになったんじゃないかなと思います。さすがに大物だったので制作時間はですね結構長丁場にはなったんですけども、何かしらのですね参考になれば嬉しいです。かなり長い動画となってしまいましたが、お付き合いいただきありがとうございました。それでは。